こんにちは、ナフタロです。今回は Amazon などで好評発売中のナーフエリート 2.0 タービンを使ってタービンコンボをやっていきたいと思います。まあ、いいっすよね、タービン。おお、あの連射速度がね、こうちょうどいいんですよね。まず一発目はナーフエリート 2.0 パーツコンボでございます。フェニックスのスコープと、じゃあエコーのバレルですね。まあ、2.0 のね、色で統一してますから、かなりあの統一感があってかっこいいんじゃないでしょうか。はい。ただですね、こちらのバレルがですね、こうかなりガバガバでございますので、何かでちょっと、なんかでね、挟んで、固定をもう少しですね、しっかりしないとですね、何かの拍子にこの落ちてね、足の指とか落ちたらね、痛いですからね。ちょっと不安要素がありますね。なんでこんなガバガバなんだろうな、本当にちょっと理解できないんですけども、はい。まあ、そんな感じでですね、どうですかね、ちゃんと打てるのかな。おお、ちゃんと打てますね。はい、いい感じです。続きましてフォートナイトコンボでございます。はい、マガジンがですね、こうフォートナイト仕様じゃないんですけれども、いきなりなんですけど、はい、こちらのマガジンがちょっとですね、使えなかったので、刺せないんですね、うまく。なんかね、相性悪いなっていう感じがするんですけどね。はい。で、このサプレッサー、こちらの、フォートナイトのハンドガンタイプのについてくるこうサプレッサーみたいなバレルと、あとスナイパーのやつですね、こちらのスコープは。はい、どうですかね。で、これもフォートナイトのハンドガンのやつのスコープなんですけどね。はい、スコープが2個ついてて、こっち意味ないんですけど、はい、特にどうですかね、これ、微妙ですかね。なんかですね、このタービンのバレル、かなりガバガバなんですよね、だいたいみんな。どうなんだろうな、打てるんかな。まあ、ちゃんと打てますよね。続きまして文庫コンボでございます。どうですか。うおー、なんか知らないけどかっちょいいなって感じで組んだんですけども、どうですか。はい。もうこれね、近接武器くっつけてる段階でもなんか文庫関係ないやんって感じなんですけどね。これはモジュラスのね、パーツだし、はい。それで文庫のちょっと一昔前のね、スマホをここにつけて録画できるっていうやつあったんですけどね。もう iPhone5S とかだったらこれ入るんですけどね、もうないですから、そんな携帯ね。はい、ちょっと古いですけど、はい。で、文庫のですね、こちらの単発式の、こちらレールスティンガーかと、あとこちらの文庫のこうシールドですね、展開できるやつですね。こうやってバザッ、なんかよくわかんないけどかっこよくないですか。で、しかもこれ打てますからね。おーっと、失敗した。おー、いいですね。なんかよくわかんないけどごちゃごちゃして、はい。こんな感じですけど、どうでしょうか。最後になりますが、こちらナーフサバゲー最強コンボでございます。はい、こちらのですね、50連金玉ガジンくんとタービンのコンボですね。はい、結局これが一番強い。まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけども。いや、これね、50発ね、満杯に弾詰められてですよ。この連射速度と取り回しの良さで、ね、突っ込まれたらかなりですね、勝てるブラスターなかなかないんじゃないのかなっていう感じがしますね。いや、本当にこちらの、ナーフエリート 2.0 タービンはですね、
コマンダーの次におすすめの、今発売中のねアマゾンとかで発売中のブラスターの中ではおすすめですので、ぜひぜひあのこちらのタービンくん買ってみて遊んでみてくださいがね、パーツ組み替えたりしても楽しいですからね。はい、ということで今回もご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ほいじゃあまた。